今日は本コアだ。ピプペポパニックだ。それ私のセリフ。ガダマウス。始まった始まった。今日は本コアだ。今日のお話は留守番のお話なんだって。お留守番は怖いから僕絶対しないんだ。あー、どうしようかしら。始まった。私お家開けることできないのよね。でもどうしても出かけなきゃいけないんだけど。あれ、俺様だ。なんだかめんどくさそうな人が来ちゃった。でもいいこと思いついた。この人に留守番してもらえばいいのよね。どうぞ。お邪魔するぞ。お邪魔してお邪魔して。ねえねえ、ホーソルジャーさんどうしたの？何か用？伝説を見ないか。伝説を見ない。ああ、暇なのね。遊んでほしいのね。その通りだ。分かった分かった。でもその前に私ちょっとどうしても出かけなきゃいけないの。お留守番頼まれてくれる？お安い御用だ。だがしかし。どうしたの？また伝説の1ページに刻まれちまうがな。はいはい、わかりましたわかりました。お留守番しててね。誰か来たら私はちょっと留守にしてるけどすぐ帰ってくるって伝えといてくれる？わかった。さあ行くがよい。はいはい、よろしくね。留守番もなかなか暇なものだな。カサ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 。なんだカサカサカサ。何の音だ何の音だ。一人で家にいるということは少し怖いな。カサ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 。うわっ、ゴキブリか。おい、そこのゴキブリ、お前は俺様の伝説に今刻まれた。あ、それにしてもびっくりしたな。はい、どなたですか？おピーピーパパパだよ。入りたまえ。お邪魔します。ねえねえ、今日いますか？ただいま留守にしております。そして俺様が留守番をしているというわけだ。ちょうどいいところに来た。俺様は少し怯えていた。一緒に留守番をしよう。お前は俺様の盾になれ。オッケー。ポピーピポパポが留守番をナビゲートするよ。キャー！なんだ？真っ暗。見えない。この俺様でさえ何も見えないぞ。やだー。ピプペポパニックだ。それ私のセリフ。見えない、何も見えないよ。ピプペポパニックだよ。あれ、なんか怖くないな。これから怖くなるんだ。よし、真剣に見よう。ポッピーピポパポ、この伝説の俺様に手のようなものを押し付けてくるのはよせ。私そんなことしてません。おー、それじゃあさんこそふわふわするものやめてください。ピープペポパニックになります。俺様は何もしていないぞ。あ、電気つきました。よかったよかった。俺様も怖かった。うわー！ギャー、怖すぎるって。あれ、ねねちゃんか。っていうか本コアって本当に怖いよね。あれ、なんか後ろになんかフワフワしてるもの。もしかしてギャー。くれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。子供さんは他にも楽しい動画がた